気象予報士水口さんです、はい。まあ、今皆さん警戒強められてましたけれども、この台風10号予想通り勢力を強めながら北上してますね。そうですね、こちらは台風10号の雲なんですけれども、はい。まあ、ご覧のように大きく渦を巻きながら発達しているのが分かります、はい。また中心付近には台風の目なんですが、くっきりしているほど台風発達をしているんですね。さらにこの後も発達を続ける見込みです、はい。では今後の進路を見ていきますが、非常に強い台風10号は明日にも中心気圧が915ヘクトパスカルの猛烈な台風になって、はい、南大東島に近づきそうです。その後ゆっくりと進路を北寄りに変えて、来週の月曜日、7日月曜日には九州に接近上陸の恐れが出てきています、はい。県内への最接近なんですが、来週の月曜日7日の日中となっています、はい。前回の台風9号と比べてコースは似たようなコースを通って北上してくるんですけれども、今回、愛媛県内に最も近づくときには中心気圧がかなり、まあ、発達した状態で来ますので、はい、前回よりも雨や風の影響が大きくなってきそうです、はい。また今回は前回の9号と違って日本の南からゆっくりとこう北上してきますので、台風からの風がずっとこう海上を吹きつけてうねりが起こりやすい状態になっています。特に南予ではうねりを伴った高波に警戒が必要です。波の予想を見ていきます。南予の宇和海では明日の夜から波が高くなるんですが、台風が近づく日曜日から月曜日にかけては最大で8メートルうねりを伴いそうなんです。この8メートルなんですが、はい、波浪警報の基準が4メートルですので、まあ、2倍近い波ということになるんですね。それだけ高くなるということなんですね、はい。ですので台風が近づく日曜日から月曜日は、まあ、決して海には近づかないようにしてください、はい。また今回豊後水道を付近ではですね、南寄りの、まあ、暴風が吹く可能性もあります、イカタが流されたりですとか、また農作物波しぶきによって塩害が起こる可能性もありますので、まあ、そういった高波への備えは明日の日中までには行うようにしてください。南予の沿岸とか佐田岬で特に注意が必要ですね。そうですね、はい。では県内の注意が必要な時間帯見ていきます、はい。今回台風の最接近が7日月曜日の日中になっています。愛媛県内は日曜日の夜から強風域に入ってきますので、はい。特に最接近の時間帯が、雨や風のピークとなりそうなんですが、はい。南予ではこの最接近の時間帯日曜日のにかけては暴風警報が出る可能性もありますので、はい、警戒をしてください。日付が変わった頃からやっぱり警戒は特に必要だということですね。そうですね、はい。そして雨もですね、警戒が同じ時間帯で必要なんですが、まあ、今のところ県内各地1時間に50ミリの非常に激しい激しい雨予想されてはいるんですが、はい。今回台風の東側にはまとまった雨雲もありまして、それが入ってきますとさらに雨量も増える恐れもありますので、まあ、最新情報を確認するようにしてください、また今回台風10号なんですが、離れていても風が強まるのが特徴になってきそうです、はい。前回の9号よりも松山市内でも強風が吹く時間が長くなりそうですので、はい、風への備えは早めに行うようにしてください。かなり色のついたのが流れていきますね。そうですね、はい。風への備えを見ていきましょう、まあ、植木鉢は家の中にしまうことが大切ですし、物干し竿も下に下ろしておきましょう。また屋根瓦やトタンがめくれていないか、そしてアンテナの確認も必要ではあるんですが、まあ、これらの作業、高いところの作業になって非常に危険なので、はい、特にアンテナの作業などは専門の業者に確認を取った方がいいかもしれません、はい。ぜひ早めに備えを進めてください。詳しい台風情報はこの後チャンネルウェザーの中でもお伝えします。